こんばんは、平井弘明です。今日ラウンドレッスンをしたんですけど、全然知らない方に、あ、いつも YouTube 見てます、平井弘明さんですよねって言われました。嘘。うん、ゴルフ場で。うん、スプリングフィールズで。筑西でしょ。違う、そう、桜川。そう、その辺、その辺、そこで声かけていただいた方、ありがとうございます。そうなんだ。みたいな感じだった。ん、いや、めっちゃ、俺ほんとそういうの、あっ、ってなっちゃうんで。しかも俺の職場からめちゃくちゃ近いのね。ね。ね。そう。なのに寄ってくんないから。ん？今日のお題はですね、脱力。脱力でも、脱力はこうやってやるんですよっていう動画ではないんです。脱力していい人、悪い人っていう動画があります。でも昔撮った気がすんな。ん？撮った500本ぐらいあるからね、もうね。なんで、そういう、いい人、悪い人、脱力していい人、悪い人が出るかっていうことをやっていい？やって。はい。やるの得意だ。そうだね。平井弘明の、ワンラップゴルフ。インパクトゼロと一緒で、うん、結局、クラブを戻せるように、コツを掴んだ人って力いらないですよ。要は、こうやって、こうやって、こうやって戻せればいいんですよ。ただ、真っ向勝負したら戻んないですよね。要は、こうやって戻せれば、こうやって戻るんですよ。こうやって。だけど、こっからバンって真っ向勝負したら圧がかかりすぎるわけ。だから、その、変な人だって、小学生の女の子ですが、まっすぐ打てるんだったらインパクトゼロできてるんですよ。でもその方より、大人の方の方が絶対力あるじゃないですか。でもじゃあなんで戻せないのってことなんですよ。それって、脱力も一緒で、クラブがね、こうやって、パンって、しっかりヘッドの重みでパンって戻せるようになってきたら、変な話、こうやって持ってたって戻せるんですよ。要は脱力、力が入ってなくても、こうやって戻せるんですよ。でも、そもそも6時を指すクラブの動き、体の動きをしてなかったら、脱力したって力入れたって戻んないですよ。要は、こうしよう。こうしようとしてないからですよね。うん。だから、最初は、その形にしようとして力を入れていいんですよ。でも、それができてきたら、要は力を抜いて、その形にこうやってできるように、こうやってなってくるってことなんですよね。そう、だからまずは、その、どんなやり方でもいいんで、じゃあ正しい向きはガチガチでもいいですよ、こうやって。こうやって。これが戻る。したら、これをなだらかにこうやってやってみようとか、力を抜いて、こうやってやったって戻るわけじゃないですか。だから、その、力が入ってるから何々、入ってないから何々とかじゃないんですよ。だからその、戻る、クラブの戻るタイミングを、と動きを知ってるかどうかなんで、だから最初は脱力したら無理ですよ。だって振り遅れてる人を脱力したら戻るわけないんだから。だから最初はもちろん、こうやってバチって、こうやって戻るかもしれないですよ。力入れて。でもそれが、こうやって力抜いたって、こうやってやって戻るわけじゃないですか。だからその戻し方を知ってるかどうか。すっごい大事。うん。戻し方知らないんだったら、脱力したところで戻るかって言ったら戻んないんですよ。脱力しただけじゃ。だから脱力して、プラス何かをしないと戻らなくなる。ので、しっかりとここで、こうやって戻してあげることがすごい大事ですよね。だから別にそれが右手だろうか左手だろうか何だっていいですよ。とにかくその力を抜いていい人っていうのは、クラブが振り遅れないようになった人なんですよね。脱力していい人っていうのは。で、脱力があまりしない方がいいですよっていうのは、結局こっから、こうやってビタって、この状態、この状態、もうダラーンって振り遅れた状態から、ここの位置、こうやってビタって戻すときに、このめちゃくちゃバチってこうやって力入れるじゃないですか。あれをインパクトのところで、こうやってできなかったら戻るんですよね、クラブって。それがあれを脱力しますよ、今の同じ動き。
ってだんだん力を抜いてくるとああやってボールが整ってくるんですよ。それは戻せてからの話だ。例えば1球目こう全力で戻して戻しすぎて左行ったっていうのを嫌がってたら結局あの整える2球目のショットっていうのは打てないですよ。あれが1球目がミスだって判断するから。それだと真ん中にしようとしてもああ行き過ぎた、ああ行き過ぎたってずっと変わってるんですよ。ここがないから。だからそういう風な整え方になっちゃうとしっかりとそのセンターを取れなくなっちゃうんですよね、うん、だからちゃんと度合いを調整することがすごい大事、うん、だからちゃんと脱力するんだったらしっかりインパクトでクラブが戻る動き、フェースがまっすぐになる動きを知ってから戻した力に対してどん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 脱力をしていってこうヘッドをこうスムーズにこうやって楽に出してあげることがすごい大事なんですよね、うん、普通分かれば戻せるようになるんだ。なるなるなる。こうやってやったってこうやってやったって戻るようになる。ただ一つ言うことはバックスイングで要は体の動きを考えてるとできないのよ。バックスイングで右に乗る左に乗るとかあのこう回転するとかでやってたらクラブがどこに動いててどのタイミングでどこを通過したとかって分かんないでしょ。それだって難しいんだよ。戻んないんだよね。だから調べるときってこうやってんのよ。揃えてクラブの動きだけでこうやって打ってあげる。振り遅れるよ。こうやって振り遅れたじゃない。ああなってきたら振り今度遅れないように遠側にパワーを出してあげる。こうやってこうやってそうで、それができてきましたって言ったら脱力すんのよ。こうやってただ脱力してクラブヘッドのパワーも落ちちゃったら飛距離は落ちるけどねって話になっちゃうからしっかりヘッドを動かしてヘッドの力は抜かないようにする。要はスピードだったりこういう力、これ力むね。でこれ力んだ、次脱力、これ脱力、うん、ヘッドのパワーが変わらないからインパクトの音は変わらないわけ。そういうふうにこうどこのタイミングでどの力のタイミングなのか、抜いた時のタイミングと入れた時のタイミングが自分で2つ分かんなかったら脱力はできない、うん、要は抜いたら抜いた分遅れることになっちゃうから、うん、だからしっかりと戻せることが分かってきてから入れるとか脱力するとかそういうことに変わってきた方がいい。最初入れて全然いいんですよ、うん、脱力ってそれどこを脱力してるの。腕全体だね。ただ本当に指は強いから、うん、あクラブ抜けちゃうから別個にできなきゃダメなの。これ指めちゃくちゃ強くて手首はすっごい柔らかい、まあそこを分離させるの。そう指はめちゃくちゃ強いんだけど、うん、手首はめちゃくちゃ柔らかいの、へえ。そう指だけ力入ってるの。指だけ力入ってる。なんでそれできないのかなと思うんだけど、こうやって、できるかなそんなの。これめ引っ張って抜いてってやっても絶対抜けない。だけど手首は緩いんだ。うん。そういうすごいねそこの分離。あとは逆に腕と手首強くして指柔らかい。ああ。それ抜けちゃうでしょ。そう抜けちゃう。どんどんずれてっちゃう。これが多いの一番アマチュアで。だからあれずれてるみたいなのが多い、うん、打ち終わった後インパクトの時にグリーンって。あとね腕に張り感を持たせる。要は脱力までいかないけどまあしっかり形はキープできるぐらいこう張りを持たせるとするじゃない。そうすると動きが速くなっちゃうっていう方結構前も動画で言ったことあるんだけど、だから力とスピードは関係ないですよってことなんだよね、うん、ただ力が入れたら速く動きやすいから動いてるだけで遅くは絶対動けんの。力入れたら速く動いちゃうっていう人いるんだけどそんなことはない、うん、絶対に入れても力入れても遅くは動ける。
意識っていうかイメージの問題、クラブの動きを考えることがすごく大事で、脱力をしても本当にいい力入れても脱力してもいいんだけど、そのさ最初言ったようにそのしっかりとインパクトでクラブがこうやって戻る時に力を入れるか入れないか、その中でじゃあ脱力してねこうやって戻せる、速い動きでこうやって戻せるかって言ったら、じゃあ例えばこうやって戻すのか、行くのを待ってゆっくりこうやって戻すのか、それともそこだけ力を入れてパッと速く戻すのか、そういうのがちゃんと自分で区別できなきゃダメ。抜くだけでいい球が出るわけじゃないし、入れるだけでいい球が出るわけじゃない、入れた時にどうなるのか抜いた時にどうなるのかが自分の動きの形として分かってないとダメ、それだけはしっかり意識してやってください。お願いいたします。なんで脱力してもいいんですけど条件がありますっていうことなんですよ。それをちょっと分かって練習してみてください。はい、動画の方以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。